明けましておめでとうございます、皆様。おはようございます。今年もよろしくお願いいたします。さよなら。早いよ。年明けましたね。明けましたね。いよいよ明けましたよ。本当にどうですか、どんな年末を過ごされましたか。まあ年末は、まあ今年はねちょっとゆっくり、11月に試合があったので、はいはいはい、ゆっくりしようということで、はい、部屋でゆっくり見てました。なるほどね、はい、ゆっくりしてました。ライジ見ました。見ましたね。はい、ちょっとねなかなかすごかったですね。すごかったですね。堀口選手すごかったです。すごかったですね。はい、悔しかったですね。はあはあ、私は見てて、なんかこう、何をやってるのかな部屋で何やってるのかなって思いましたね。なぜその場にいないのかと。そうですね。ツイッターでもつぶやいてましたよ。もどかしい感じがありましたけど、まあでも、すごいメンタルだなと思いましたね。なかなか、あんな勝ち方できないですよね。ね、1年何ヶ月ぶりに大怪我したと。そこは本当、単純にすごいなと思いました、ね。はい、あとあれですね、佐々木ウルカ選手が滝沢選手に勝って、はい、その後になんか言ってました、ね、言われましたあれ見てました。あれも見てました。見てました。はい、はいはいはい、まあ全然やりたいですね、ウルカ選手とは。もともとやりたかったんで、はいはいはい、まあ、四天王って呼ばれてて、はい、ウルカ選手とだけ、まあ、やってないっていうのもあるんで、はいはいはい、まあ、しっかり勝ってその四天王の中でトップっていうのを証明したいですよね。はい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 、あとイケメン対決ですね。ライジンの、そうですね、はい、イケメン枠で、はい、イケメンストライカー対決。そうです。天狗とカッパの対決怒られるわなるほど、はい、まあ、ちょっとだらだら話し合いましたけど、じゃあ今年の抱負としては、はい、どんな感じですかね。今年の抱負ですか。はい、まあ3月か4月にやるという話があるみたいなんで、はい、まあ、どちらかに出れればいいなというのがありますかね。で勝ってまた夏ぐらいにもう1試合して、大晦日にもまた出れればいいかなと思ってます。そうですね、はい、分かりました。じゃあ、まあ、大久保ひろまさとしてはそういう形で、小木ちゃんとしてはどうしましょうか、今年の抱負は。そうですね、今年は公約どうしましょう去年まあ達成しましたね。達成しましたね。なんだかんだ言って達成してしまったので、年末までに1万人ということで達成しましたので、達成した暁には小木ちゃんの試合に、そうだ、それもあったんだ。それ忘れられてると思うんですけど。確かに完全に忘れてた。だそこを達成すると、まあ次の試合、まあでもコロナの状況もあるので、確かに、まあ、これがちょっとなんとも難しいですけど、まあ今年の小木ちゃんのどこかの試合でってことにしましょうか。ちょっとまあコロナの状況もあるので、まあ、ああそうですね、どれぐらいお客さん入れるかも分かんないですからね。まあそのお客さん入り具合によってチケットがあるかないとかもあると思うんで。確かにそうですね、まあ、そこはちょっと状況見ながらですけども、はい、まあ、一応1万人達成しましたので、ありがとうございます。そうですね、はい、2名1組ですか。そうか、すっかり忘れてました、はい、ご招待ということで。毛を剃ることしか考えてないそう、それしか頭に。そうですね。でじゃあ今年どうしましょう、また年末大晦日までに、今1万4000人ですかぐらいですね。はい、まあでもこの勢いでまだコラボしてないですからはいはい、はい、私、はいはいはい、コラボを温存してますので温存温存なんですかただちょっと誰も見にされてない可能性もありますけど、全く、まあ、そのコラボのメールは来ませんけど、はい、お願いの、はい、とりあえず、あ、とりあえずっつうのも変だな。そうですね。まあ、いいですか、大きく出て。まあまあまあ、まあ、達成できなかったら、まあ、自分に入りか、ブーメランですから、跳ね返ってきますけれども。口乾いてるやん。カッサカサなんですよ。喉めっちゃカッサカサなんですよ。5万人か。うわちょっとし、
現実的すぎるか、つまんないですね。硬いね。5万いきます？ 5 いくでしょう、とりあえず。マジで？はい、とりあえずいくでしょう。すごっ。斉藤豊さんとコラボして。そうですね、朝倉環奈さんともできればして。はい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 、いくでしょう。いきますか。で、柴田とおほ無人島、おおお、いきましょう。熱々あんかけぶっかけ対決ですね。応募しかけやりますか。やるしかないですよね、はい、あと直樹マンさんと、あ、本当にそう、あとラーメンすするくんさんとやりたいです、ね、やりたいですね。やりたいと、こっちがやりたいっていう話ですけど、確かにやっていただきたい、やっていただきたいですね、はい、ぜひ。そういけば、なんか直樹マンさんとかに格闘技教えたいですよね。ですよね。ちょっとめちゃくちゃいいっすね、はい、そういう活動したいですね。したいですね、我々は少しずつ。なんかこう格闘家というか、そういう系ではなく、はい、ちょっとこうまた絡みがない、そうですね、ところから攻めていきたい気持ちはありますね。そうですね、はい、うん、じゃあ5万人、5万人年末までに5万人、はい、とりあえずいいですね、はい、すごい目標にしたいです。しましょうか、おきちゃんとしては。はい、じゃあそれを達成した暁にはどうしましょう。達成した暁ですか。はい、達成した暁には、まあじゃあ5万人行った暁には、はい、そうですね、まあ、たくさん僕らあのオギチャンネルグッズ作ってるじゃないですか。はい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 、はい、それを一式プレゼントいたします。ああ、いいですね。これまでのやつ、これまでのやつも全て含めて。ああ、いいですね。はい、ちょっと非売品とかも、ね、あ、いいですね、いいですね、いいですね。確かに確かに、出してないのもいいし、ロンティ、はい、あの小さいロンティとか、はい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 、今回今着てるのもこれ。あら、いいですね。オギチャンネルパーカーです。いいですね。いいでしょう。いいですね。じゃあ達成できなかった場合はどうしましょうか。それこそまたツルツルいきますか。じゃあ、まあ確かに、まあ見たい方もいると思うんで。そうっすね。冬の海にダイブ、じゃあちょっとつまんないかな。なんかツルツルでダイブしましょう。ツルツルダイブ。ツルツルダイブ。ツルツルダイブしましょうよ。じゃあ5万人行かなかった、もし行かなかったら、はい、次こそは、はい、全身の毛を剃毛して、はいはいはい、冬の海にダイブですか。やりましょうよ。いや、もう髪も眉毛もですよ。はい、ヒゲだけ残しますか、じゃあ。あ、いいです。片方の眉毛だけ残しますか。あ、いいですね。あとは全部剃って。いいですね。めっちゃやばい。はい、やりましょう。それで行きますか、じゃあ。はい、それで行きましょう。基地。まあ、5万人行けばいいだけの話なんで。まあ、確かに。まあ、行きますからね。はい。行く。とりあえず。行くんで。はい。そしたらですね。おう、こちらはプレゼントですか。いいですね。新春。新春隠し芸大会。新春お年玉として。はい。1名の方に。はい、ああ。いいですね、プレゼントいたしますか。はい、はい、でこちらサインも書いて。そうですね、サイン、じゃあ荻ちゃんのと荻久保博正のサイン入れて。あ、いいですね、はい、お手紙を。でサインを書いて、はい、送らせていただきたいなと思うので。そうですね、はい、もしよろしければ、どういうあれでしょうか。リツイートといいねしてもらって、コメントもらえれば。コメント、ね、まあ荻チャンネルアカウントと、あとまあ私のアカウントでもいいので、ツイッターで、はい、何かこうコメントいただいて。そうですね、またこの動画を開けて、はい、開けて3日間にしましょうか。その3日間ツイートしますので、はい、そこ、それをまあいいねとリツイートしていただいて、そこにコメントなんかいただければと思います。その中からじゃあ選ぶ。そうですね、はい、でまあ、インスタしかやられてない方もいらっしゃると思うんで、はい、その方はまあインスタに、まあ、同じような投稿するのでコメントいただければと思います。ありがとうございます。はい、今日からこれを着て、はい、毎日過ごしたいなと思って。あ、匂いをつけて。少し、はい。あ、いいです、ね。少しちょっと臭くなる。それも含めてのプレゼントということで。はい。ぜひ皆さん応募よろしくお願いします。はい、今年も頑張っていきましょう。今年も頑張ります。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ほら、最後まで見てくれて嬉しいぞ。登録はこっちしてくれよな。見てる動画があったら、クリックしてくれよな。じゃあな。